おやっとさー、うちみでごわす。以前ですね、プラス世代は金屋店閉店と、シャトレーゼが大隅地方にもう移転できる、という動画をやってましたけども、まあ、ちょっとですね、最近完成前くらいの建物の写真などを撮影してたので、まあ、そしてですね、今回ちょっとですね、紹介したいと思います。それがですね、こちらなんですけども、こちら以前まで、ですね、セブンイレブンだったんですけども、セブンが前にあったとは思えないような雰囲気の建物になってますね。まあシャトレーゼなんですけども、まあ、それを置いといて、コンシブシのシャトレーゼは9月上旬頃オープン予定ということで、まあ、去年初めて前から気になっていた、大隅地方に行ってあるカノヤの方に寄ったんですけども、そちらで美味しい和菓子にケーキにアイスを、まあ、買ったんですけども、そちらでそういうのがある店だったので、まあ、それがしぶしにできるというのは、まあ、嬉しいことでございますね。まあ、薩摩地方は結構あるみたいなんですけども、まあ、それを置いておいてですね、まあ、しぶしの方ぜひ通いたい。まあ、通り的にはですね、高校も近くにあって、学校外の高校生も寄りやすいところだと思うんですよね。まあ、よかったところです、本当に。で、最後に、シャトレーゼの映像を流しておきたいと思います。